突撃先輩道場というわけで、今日はジャムプロジェクトから遠藤正樹さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。初めましてですかね。実はですね、はい、違うの、去年のクリスマスアコースティックナイトに、はい、あ、そうだ、そうなんです。お、覚えてくれてますか。事前に何聞きたい、うん、って聞いてもらったんですけど、はい、たくさん出しちゃっていいそうなんですよ。なので今日はちょっと一部抜粋をして、お時間もあるので聞かせていただければと思っております。バッチ来い。ありがとうございます、はい、結構長くスパロボとの関わりもある中で、はい、もうそうですね、ラジオは14年やらせてもらってます。14年はもう私上京する前ですね。でしょ。長いです。あのね、最初ね、13回って聞いたんですよ。あれ、おかしいですね。そう。いろんな人を見てかっこいいなって思う人はいっぱいいるけど、うんうん、参考にするってやっぱ、その人を真似てもその人になんないし、うん、そうですね。うん、自分しかないんだよね。だから自分に正直に気持ちよかったら気持ちいい表現をするし、うんうん、なんかやっぱり嘘というか、うんうんうん、偽った表現ってやっぱり一番かっこ悪いじゃん。うん、そうですね。うん、だから自分に正直が一番いいかなと思うけどね。うん、自分に正直か、うん、頑張ります。やっぱり偽ると人にね、偽物ってバレるしさ、うん、それが一番かっこ悪いじゃん、うん、そうですね、うんうんうん、自分がやっぱり一番楽しんでそこで輝いてたら、多分それが一番かっこいいと思ってくれる人もいるんだろうし、うんうん、ハイウェイスタープレゼンツポッドキャストバーサストーク。